見てさ、はい、幅がさもうちょっと狭い方がいいとかあったら、この時点で片側を少し多めに折るとか、うん、そういうのも考えられる。ちょっとした調整にはなっちゃうけど、今日着た方がいいですかね。どうですか、サイズは。サイズはこれも可愛いし、もうちょっと細くてもいいかなって思ってます。うんうん、首の空きはすごい、なんかちょうどいいかもしれないです。うんうんうん、ちゃんと身長どのくらいあるの？154センチです。なるほど。じゃあどう、じゃあちょっとここ、うん、1センチずつ、はい、くらい縮めてもいいかもね。はい。はい。逆にこう折って襟っぽくするとか、うん、この白のステッチじゃなくてちょっと違う色をやってみて、あ、そうですね、後から染めても、うん、この色は残る感じですね、うん、で白で塗ったところは同じ色に染まるっていう感じで、うん、なのでまあなんか色を少し変えるとかもいいかなって、変えてみようかな。じゃあ、うん、これは細いのか、うん、そうだね、他も結構何種類もある、うん、迷うな、これは。あと、もしどう染める？あ、染めもしたいですね。そっか、染めるとしたら例えばなんか何色がいいかなっていうのとでもまたあるね。そうですね、なんか梅の枝で染めたいなって思ってて、うんうん、それだとピンクになるんですよね、こんな感じの色、うんうんうん、ここでそやっちゃうと、うん、あんまり差がない、差がなくなっちゃうかもしれない。うん、茶色とか可愛いかも。じゃあ茶色の糸にしてみよう。はーい。はーい。でそれでピンクに染めてみよう。はーい。はーい。に折るとどんな感じになるかな。なんかこう外に折ってるとなんか襟のここがちょっと強調というかアクセントになるよね。そっか。3センチってことだよね、ここが全体で。ここがもともと耳だから、はい、こうしちゃって言ってもいいしとか。これ表に向かって 1.5 で2回折る、うん、着た時がね、分かんないっていうか、うん、想像がちょっと難しいから、もうこうやってやったら、うん、一旦さ、折ってさ、こうやって松針とかで止めて、何箇所かこうやって止めていって、うん、で、自分で鏡の前でこうやって止めたりとか、結構ちゃんとやってみて確認する、うん、する時もあるし、勢いで縫っちゃって、うん、やり直す時もある。なんか実際着てみた時とあれ違ったなっていうのあるじゃん、あるから、うん、自分がね、うん、勘がいい人はさ想像できちゃうかもしれないんだけど、だから竹とかもさ一旦こう待ち針で自分でさ一旦ちょっと仮止めして、うん、鏡で見てからっていう方が、まあ後でさほぐすことを考えるとさ、そうですね、うん、それもいいし、まあただ何度もほぐしてもいいと。私は何度もほぐして、まあ、練習になりますね。うん、まあ、一回縫ったことあるやつとかさ、大体なんていうの、想像がつくようなものはさ、うん、いいんだけど、うん、初めて縫うものとかさ、そうですね、うん、一回やればそこからまた次こうしようかなってできそうですね。そうなん、まあ、例えばこうやって止めといて、うん、
まあ、自分でこうちょっと鏡でさ、うん、見てきてみて。で、これ、針が危ないから。あれだけど。ちょっと見てきますね。うん、ピクニック用の服、うん、どんなのがいいかな、なんかもし使われてしたら、ワンピースじゃないですかどんなのがどんなのがいいと思う、どんなのがいいかな、ふわっとした感じ裾が英国調ので、うん、下かわいいスカートっていう状態、うんうん、次回ピクニック用の服を作るっていうのをピクニックしなんだよ、これいいですね夢があるね。返し縫いするとさ、うん、はい、途中で、はい、なんか目立つからしとかないどこな、はい、あ、コンパ買います、ただここで玉留め裏で、うん、あ、はい、私も今どうしよう、のぞきぺちゃんおいで目にし